ステファニー・ド・サクスコ・ブール・エゴータは、ベルギー王レオポルド二世とその王妃、マリー・アンリエットの間の次女、オーストリア皇太子ルドルフに嫁いだ。ドイツ語名は、ステファニー・フォン・ベルギエン。おばに、メキシコ皇帝、マクシミリアンの人となったシャルロットがいる。ステファニーと最初の夫、ルドルフ・オーストリア・ハンガリー帝国の帝位、王位継承者である、ルドルフ皇太子が、 両親から結婚するように迫られたとき、彼の妻にふさわしい身分で、適齢期であり、血縁がさほど近くないカトリック神徒の王女は、差し当たって、ベルギー王家の第二王女ステファニーだけであった。二人は1880年3月7日に婚約を発表したが、ステファニーがまだ幼すぎるため結婚は延期された。17歳になる。 直前の1881年5月10日、ステファニーはルドルフ皇太子と結婚した。オーストリア人の天文学者、ヨハン・パリサは、同年に自らが発見した、小惑星に新しい皇太子妃にちなんだ、ステファニアという名を付けた。夫妻の結婚生活は、新婚の時期を過ぎると、幸福なものとは言えなくなった。 それでもステファニーは1883年9月2日に、ラクセンブルク宮殿で、一人娘、エリーザベト・マリーを生んだ。さらに、シュート目のエリーザベト皇后はステファニーを毛嫌いし、面と向かってのみならず死の中でまでも、ことあるごとに、ステファニーを侮辱し、ステファニーはこれに耐えねばならなかった。義妹のマリー・バレリーまでもが、母に同調してか、ステファニーを嫌った。 こうしてステファニーは、オーストリア帝室の中では、次第に孤立を深めていった。1889年、夫のルドルフ皇太子が、マイアーリンクで17歳のマリー・ベッツェラ、男爵霊場と一緒に死んでいるのが発見され、しかも二人の死は上司であると考えられた。ステファニーは、皇后となる望みを立たれた上、夫のスキャンダラスな死に方のせいで、 ウィーン宮廷からも遠ざかることを余儀なくされた。ステファニーと父レオポルド2世との親子関係も険悪で、彼女は相続財産をめぐり父と法廷で争わねばならなかった。二度目の夫、ローニャ・エレメールと。1903年1900年3月22日、ステファニーはトリエステのミラマル城において、ハンガリー貴族のローニャ・エレメール伯爵と、 身分違いの再婚をした。レオポルド2世は、娘の再婚を責めたが、オーストリア皇帝カール1世は1917年に、ローニャイ伯爵を皇爵に昇爵させている。ステファニーは1906年、ローニャイ伯爵の巨城オロスバール城で後半省を送った。ステファニーは、全プルドルフから性病を移されたため不妊となっており、 老二との間にこう設けることはできなかったが、夫妻は幸福に暮らした。1945年に赤軍が迫ると、夫妻は、ンノンハルマの大修道院に避難し、ステファニーは、同年8月23日に、同修道院で亡くなった。とは、共に、マリアテレジア女帝を祖母とする、いとこ同士。ウィキメディアコモンズには、ステファニーとベルジックに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。